まもなく列車が参ります。危ないですから、黄色い線までお下がりください。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく5番線には列車が到着いたします。広い線まで下がってお待ちください。折り返し10時30分発公民線のリゾート列車ハイエール1号小諸行きになります。5番線広い線まで下がってお待ちください。高知、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 
今村が、桜井が、終点、小諸の順に停車します。この列車は、ワンマン運転を行っています。車内のご案内をいたします。列車は2両編成で、全席指定席です。乗車券のほか、着席指定券が必要になります。着席指定券をお持ちでない方は、ご乗車いただけませんので、ご注意ください。トイレは、中ほどの2号車、電気にございます。お客様にご案内いたします。列車は取り組み、入札と、富山工事で向けて、線路を大きく見せるたび、工事券の人の電気スポット、運河台へと進化します。進行した日には太鼓場の方が右手には役者掛け連邦の両線を呼び、お客様は私が先生の写真を頼むことができたらしいです。この時点では電車の線、乗降車線、電車の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 線、Thank you.
Thank you.
Thank you.
ご案内いたします。車窓左手をご覧ください。まもなく余裕の滝が見えてまいります。川端先生にはいくつかの滝がございます。滝の中で最も美しい落差10メートル幅15メートルの優雅な滝があります。Thank you.
そうですね、左側に見えてまいります。そうですね、はい。11時10分です。
ありがとうございます。快速ハイエース1号小諸口です。次は砂の川上です。お客様にご案内いたします。列車は2両編成です。全席指定席です。こちら1階口の満車券をお願いいたします。この周辺は保津平と呼ばれており、野辺山高原と霊妙な気候と旧家の大きな観覧車を生かした地元をはじめとする高原屋さんの産地となっています。沿線列車の情報をどうぞお楽しみください。Thank you.
変化するって。この先、大宮駅付近まで。
左に交差しながら進みます。次々に表情を変え流れる千曲川をぜひ楽しみください。
海が混じる大きな海の両端が海の岸です。海尻とそれぞれ名付けられ水が引いたその跡も地名として残ったと伝えられています。引き続き生駒川が織り成す渓谷美をお楽しみください。Thank you.
あそこのおばあちゃんの病床なので、ちょっと
地方です。お客様にご案内いたします。列車は2両編成で全席指定席です。乗車券のほか座席指定券が必要になります。座席指定券をお持ちでない方はご乗車いただけませんのでご注意ください。次の八千穂駅は春には満開の桜並木が迎えてくれる美しい駅として知られているほか、信州百名山の一つである小屋山や日本三大原生林中央市に支えられる八千穂高原への玄関口などで雪を通じて多くの方が訪れています。八千穂高原では白駒の雪を降って雪お料理の
りのお客様は、使用済みの乗車券、指定席券を駅係員にお渡しください。Thank you.
お降りのお客様は、使用済みの乗車券、指定席券を駅係員にお渡しください。ありがとうございます。
けど、ね、次で、もうそこに追いついてるやつ。
終点の小諸です。お降りのゲスト様、終
到着いたします。船の鉄道線はお乗り換えです。ハイレール1375の旅はお楽しみいただけたでしょうか。JR 神戸線は多くの山々や熊野川が織りなす雄大な自然に囲まれ、四季折々の表情が楽しめる路線です。ぜひ他の季節にもお越しください。ハイレール1375にお乗りくださいましてありがとうございました。お降りのお客様は使用済みの乗車券、指定席券を駅係員にお渡しください。 JR 大西線またのご利用をお待ちしております。Thank you.